あれ？君たち今日は買い出しかな？いつきさん！や、クレハ君。この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動きをするね。ありがとうございます。いつきさんに褒められるなんて嬉しいです。調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君のマスターなんだ。いつきはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマンに育てますからご安心ください。このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど。いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？エネミー相手の狩りなんて退屈なだけだしさ。前からの約束じゃないですか。スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。わかったわかった、ついてないな。まあもともと運は悪い方なんだけど。今度はゆっくり話そう。じゃ。あんたいつの間に月さんと仲良くなったの？友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。君に相談があるんだけど。 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？そうね。リリースの情報によればフリューゲル付近は高難易度フィールドになるらしいし、初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど。でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。クレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさかあんなにランキングに乗っているのに。対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。
隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスも新フィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。